小さくて、多分午前中に行った方がいいんだろうなって感じですね。雰囲気が見たかっただけだから、今回やめときます。このイテウォン、この間行った時はもうラインフレンズまでの大きな道しか歩いたことなかったけど、一本の中に入るとものすごい本当にたくさんカフェあって、可愛くて人いっぱいで、まあ今日日曜日なんだけどね。なんか上から見下ろす景色もすごく良くて、めちゃくちゃ可愛いイテウォンです。 BTS ビルのラインフレンズイテウォンいないっていうね。普通歩かないよね、こんなとこ。